高校生の頃、土建屋さんで片枠掃除のバイトをしてた時、作業してる空き地に勝手に駐車してる車を社長が50トン釣りのクレーンで倉庫の屋上まで釣り上げたことがあったな。現場は車庫兼資材倉庫、4、5階建て相当の高さがある隣の空き地。周囲に木具打ってトラロープ2段に張り回してたが、ロープを外して止めてるアホだった。社長はそれまでにも散々持ち主に注意はしていたらしいが、日本語が通じないアホだったそうで、思い出してもクソ暑い中また勝手に起き上がってといきなり切れて、隣の車庫兼倉庫から50トン釣りのラフテレンクレーンを持ち出し、鋼材を無許可駐車の車、古いセルシオの下で井桁状に組んで、端っこに4本シャックルとワイヤーつけて釣り上げて、そのまんま車庫兼資材倉庫の屋上に置いた。ちなみに下の空き地からも幅 2.5 メートルの道路を挟んだ持ち主がいるアパートからも釣り荷の車は見えない。夕方近く、アパートから持ち主のドキュンが出てきて車がないのに大騒ぎ。会社に怒鳴り込んできたが、誰もが知らないふり。タイムカードを押して帰る時には警察も来てた。大学時代の友人にやられた話。友人は大学卒業後、就職したけど子供ができたためすぐに退社、結婚、出産した。彼女とは子供ができてからも頻繁にではないが、連絡を取ったり、たまに一緒に買い物行ったりと、いいお付き合いをしていました。私も同じく卒業後就職、入社後数年してから会社の先輩と付き合い始め、社会人5年目で結婚が決まった。一人暮らしだったこともあり、たくさん貯金があるわけではなかったが、親の熱烈希望で、結納も結婚式もフルですることになった。あまり興味がなかったことと、できるだけ節約したいと思い、情報収集のため、某 SNS の結婚準備コミュニティに参加した。その SNS では、友人がコミュニティに参加すると表示されるため、彼女は、そこで私が結婚することを知ったようで連絡が来た。式場も入籍日も決まっていなかったので報告をしてなかった。普通におめでとうを。という会話で、その流れで今度会おうよという話になった。その後、私の仕事や彼女も子供のことなどでなかなか予定が合わず、半年ほどしてやっと会うことになった。その頃には、すでに式場も決まっており、少しずつ準備をするのに激務の彼となかなか打ち合わせや準備をする時間が取れなかったため、一足先に一緒に住み始めた頃だった。家を購入したこともあり、外で待ち合わせをしランチを終えた後自宅へ招待した。彼を紹介し、結婚式に予定が合うようだったら参加してほしいと伝えたり、近況報告だったりと、久しぶりに思いっきり会話ができて楽しかった。そしてまた時間取れたら会おうねと言って、その日は別れました。彼女と会った数日後、プランナーさんから何度も電話が。何事かと思い話を聞くと、私だと言い張る人物がいきなりやってきて、住所や電話番号が全て変わった。式を前倒ししてほしい。招待客は、やはり全員呼ばないことにしたなどと、むちゃくちゃなことを言っている上に、どう見ても私ではない。でも、私の打ち合わせファイルと式場の契約書を持って、私だと言い張っているのですぐ来てほしい。とのことでした。契約した式場では、いろいろなパンフレットや見積もり、契約書のコピー、小物合わせや会場装飾に必要なため、ドレスのスナップやら招待リストやら、結婚式準備に必要な資料をひとまとめにできるファイルをいただけて、打ち合わせのたび、それを持って行っていました。彼女は、それを家に来た時に盗み、私になりすまして式を挙げようとしていたらしい。式場に着くと、やっぱりいいですと逃げ出そうとする友人と、それを止める担当プランナーさんがいました。
驚いて駆け寄ると、彼女はみるみる青ざめ、泣き出しました。いろいろ言っていましたが、話を聞くと、出来婚で結婚式が挙げれなかったので、式を挙げることになった私が羨ましかった。結納はもう終わっているから、結婚式はなくても良いだろうと思った。なぜ？ずっとドレスが着たかった。私の写真を見て気持ちが抑えられなくなった。子供は可愛いし、結婚したことを後悔していないけど、本当は式を挙げて普通の結婚をしたかった。とのことでした。床と頭がくっつく勢いで土下座をして号泣していたため、申し訳な、行け、とも彼女旦那を呼び、旦那も大学の同級生で友人、足止めしてくれていたプランナーさんにお礼とお詫びをしつつ、ひとまず彼女の自宅へ移動して話を聞くことにしました。実は会場の近く、家について話を聞こうにも彼女は号泣収まらず、過呼吸を起こしてダウンしてしまいました。とりあえず応急処置をして落ち着いた彼女を寝かし、彼女旦那と話をすると、頑張って就職した彼女を妊娠させてしまい、仕事を辞めざるを得ない状態にしてしまった。下の子2歳が反抗期でストレスが溜まっていることは分かっていた。気分転換に、私と会いに行った日以降、結婚するんだよ。少し元気が出たようだったので安心していた。結婚の時もささやかであれば式を挙げることはできたが、これから生まれる子供のためにお金を取っておこうと彼女が提案しなくなった。我慢させていたことに気づけなくて本当に不甲斐ない。その結果、私の結婚式のことでこんな騒動を起こしてしまい本当に申し訳ない。彼女旦那が慰謝料を渡そうとしてきました。正直ここまで謝ってもらったことと本当に反省していることが分かったので、彼女をカウンセリングに連れて行くことと、その慰謝料で家族だけの簡単な結婚式を挙げてと伝えて帰ってきました。後日、彼女から丁寧な謝罪の手紙が届いたのと、彼女旦那からカウンセリングに通って少しずつ彼女が希望を言うようになってきたと報告がありました。昨日私が入籍したのと同じ式場で彼女が結婚式を挙げることが決まったので、我慢しすぎるのってダメですね。私も言いたいことを飲んでしまう傾向があるので、しっかり旦那とお互いの意見をぶつけていかないと、と学習させられる出来事でした。